黒野県尺は、かつて、岐阜県伊比郡大野町黒野に存在した、名古屋鉄道の車両基地である。黒野車庫とも称されていた。伊比線黒野駅の構内に存在した。2005年4月1日、伊比線の廃止により閉鎖された。名古屋鉄道の岐阜地区の600ボルト線区のうち、鉄道線の車両の日常を点検、車庫として利用されていた。電車以外にも貨車が常駐しており、 バラストの運搬などに使用されていた。屋根付けの車庫も存在したが、車検や改造の設備はなかった。そのため車検や改造は、岐阜県尺で行われていた。2001年10月1日に、谷組線の全線と伊比線の一部が廃止された後も、伊比線の車両基地として運用されていたが、伊比線の残部の廃止により閉鎖された。1912年製の10トン席の名鉄と一 経過者、都十五は、三重県稲部市の貨物鉄道博物館に展示されている。岐阜県区に入るには、中節駅から岐阜市内線、美濃町線を経由して、多賀見線の軌道線を通らなければならなかった。軌道線、鉄道線を直通できる車両は、問題ないが、750型は、軌道線に入る際には、路面電車と同じ型の簡易配送機を取り付けていた。 さらに車両幅が異なるため深夜に改装されていた。片運転台の700型や制御車の国1320型などは路面電車車両に牽引されていた。この時点では岐阜市内線と接続していなかったため改造などもここで行っていたという。車検が岐阜県尺で行われるようになったのは1967年に岐阜県尺が岐阜市。 長住町から岐阜市市の坪町に移転してからである。宇佐美明車両保守体制と、車両基地の概要、鉄道ピクトリアル第624巻、電気車研究会、1996年7月46ページ。宮脇俊蔵原田勝正、東京、横浜、千葉、名古屋の私鉄小学館、1993年。 ISBN 978から40億9395万4112ありがとうございます。